はい、皆さんこんにちは。今日は、片手バック、私本来両手バックなんですけど、ちょっとコーチやってから片手バックを打つ機会が増えまして、片手バックのことをいろいろ研究とか、自分なりにいろいろ打ち方を、いろんなプロから、まあ、なんか学んでるうちに、ある法則というか分類に、気づきましてですね、片手バックって大体4つのタイプに分類されると思うということを、この動画で、いろいろ話していきたいと思います。片手バックを、とりあえず説明する上で大事なポイントが2つあります。で、1つ目というのが、この腕の動き。この腕の動きが、このまんま振り終わってラケットが立つパターンと、もう1つは、まあ、サムアップ。サムって親指のことですけど、親指を上げて、サーブのプロネーションの反対にスピネーションという動き、海外っていう動きをしますけど、この海外を使って、サムアップを使って、ラケットを立てる以上にこっちに持っていくっていう腕の使い方、この2種類と、あと体の開きをするかしないかっていう、この2つの項目、これを掛け算しますと4つ、4通りっていうふうになります。なので1つ目は、このスピネーションをしない、ラケットを立てて体を開かないっていうパターン、2つ目がラケットを立てて体を回していくパターン。三つ目が、このスピネーションを使って、体を回さないパターン。で、四つ目が、スピネーションを使って体を回していくパターン。この四つになると思います。あなたはどの、分類に入りますでしょうか。片手バックの方はぜひ、参考にしてみてください。それではよろしくお願いします。はい。まず最初に紹介した通り、二つの考え方を、かける2をして4通りっていうふうに言ってますけど、まずこの腕の考え方についてですけど、基本的に多分昔のプレイヤーは、基本ずっとこうまっすぐにしてラケットを立てるっていうところまでで終わっていたと思いますので、ちょっとじゃあお願いします。単純にこの腕をまっすぐ、前に押しながらまっすぐ上げて、ラケットヘッドが立つようにするっていうのが、昔の打ち方というか、今でもやっている選手はいると思うんですけど、基本的にはかなりオーソドックスな、腕の使い方だと思います。で、この海外ですね、スピネーション、もしくはサムアップ、親指上げる、サムアップの動作を使うっていう方法が、これの他にありますけれども、それをやります。サムアップを使うと、こういう風に打った後に、ラケットヘッドはこっちですね。ラケット立つのを完全に超えて、こっち側に行きます。まあ、今のラケットの性能がかなりいいので、どちらかというと、サムアップをして、この海外ですね、スピネーション、プロネーションの反対を使って、でそれを使うことによって、強烈なスピンをかけて、打っている選手も、かなり今では、増えているんじゃないかなと思いますので、まあ、このサムアップなり、スピネーションなり、まあ、言い方はいろいろありますけど、どちらかというと腕を外に回していきながら打っていく方法もあります。はい。で、二つ目の要素が体を回すか回さないかっていう要素です。当然体を回さない方が安定しますよというふうに、まあ、前の動画でも紹介させていただいたんですけど、当然体を回さない方が、まあ、狙ったところにしっかりボールは飛んでいきやすいということになります。で、それに対して体を回していくっていう方法も実はあるんですね。で、それが今からちょっとやりますね。ちょっと体を回しながら、この回していくこの左足の蹴り、これを使っていきながらラケットも一緒に出ていく。で、これで力を出しているというパターンもあります。少し体は、まあ、開いているとまでは言わないですけど、打ちながら軽く体の向きが変わっているのがよく見てわかると思います。まあ、こんな感じで左足から蹴って体を回して、回しながら打っていくという方法もあります。はい。
一応この手首、手首ではなく腕ですね。腕を回さずにラケット立てて終わるか、腕を回して、外に回して、こう終わるかっていうパターンと、体を回さないか、体を回しながら打っていくかっていうところを、2×2 で4分割っていうことになります。では早速やってみます。1番目の腕をあまり外に回さずに、ラケットヘッドが立って終わるというオーソドックスなパターン。そして体が開かないというパターンをやりたいと思います。これはかなりシンプルな打ち方だと思います。ラスト。はい。で、こういう打ち方をするには、適した状況というのがあるんですけど、自分からパワーを出すのにはあんまり向いてはないですね。どちらかというと、相手のボールの勢いがちょっと強くて、で、それに対して合わせるっていう面ではかなり有効な打ち方だと思います。まあ、かなりオーソドックスで、シンプルですしね、いろいろ無駄がない、そういうフォームになります。で、これはかなり昔の選手が使っている打ち方なんじゃないかなと思いますので、2005年のフェデラーとか、思い出していただけたり、まあ、YouTube で過去の2005フェデラーって入れていただくと見えると思うんですけど、なんとなくこんな感じがすると思いますので、よかったら参考にしてみましょう。で、まあ、コツとしては、とにかく体を開かないんですけど、基本的に腕全体でしっかりと上に持っていくこと。まあ、これをしないと軽くスピンはかかってくれないので、腕全体で上げていく。まあ、そんなイメージでやっていきましょう。では2つ目、2つ目は、腕をそのままラケットヘッドを立てて終わるパターンで体をちょっと回して打っていくっていうパターンです。ちょっとお願いします。これもまあオーソドックスですけど、体の周り、体の、回旋運動をしっかり使うことによってパワーが少しさっきのよりは出やすくなります。ラスト。はい。で、これ打ってる選手はどうでしょうね。オーストリアのドミニク・ティーム選手、今ちょっと怪我してますけれども、ティーム選手なんかはよくこう使ってるのかなと。で、彼の場合はかなり大きいテイクバックから体をここで回してって、そのまま綺麗に前に持っていっていると思います。まあ、あんまりこういうことはしてないと思うんでね、そのあたりを参考にしてみるといいかなと思います。まあ、体を回すっていうことは結構開くっていうのと勘違いされる方多いと思うんですけど、基本的に先にもう完全にこんなになって、ボールが右の方にずれてしまうんであれば、それは開いているってことになりますので、あくまでも体を回すのはほんのちょっと、ちょっと難しいですが、トライしてみましょう。3つ目は、ここは腕を外に回していく海外スピネーション、まあ、いわゆるサムアップ、この動作を使っていきます。この動作を使って体を回さないというパターン。これが一番多いと思いますし、私が一番これは自分にとってはいい、しっくりくるパターンなんですけど、
ちょっと一回やってみます。こうかなり胸を張った状態で終わりますし、打った後は完全にラケットヘッドは後ろを向くぐらい、そこまでやってますね。ラスト。で、これだとかなりスピンがかかりやすいという面があります。体を、閉じるというか、体を回さずに完全に閉じた状態で、この形でインパクトですね。完全に体は横向いてます。で、ここから何をしているか、インパクトの直前に、この状態から少し外に回していく。で、この力を使ってボールに対して縦に当てているので、その縦に当てる力がトップスピンの回転の力になっていくので、強烈なスピンがかかりやすいというふうになります。まあ、これをやっている選手は、ブルガリアのディミトロフ選手であったり、ガスケ選手もそうかな。フランスのガスケ選手もそうだと思います。4つ目は、このスピネーションを使って体を回していくっていうスタイル。これ結構珍しいんですけど、ちょっと一回やってみます。スピネーションも使った上で体も回していく。ちょっと難しかったんですけど、スピネーションを使うことで強烈なスピンがかかるっていうのと、体をちょっと回していくことによって前への力を出している、この2つを両立させるの結構練習しないと難しいんですけど、こういう打ち方をする選手も実際にいると思います、スイスのワウリンカ選手であったり、ギリシャのチチパス選手、このあたりがこのバックハンドを使っているんじゃないかなというふうに思います。あくまで私の分析なので間違ってたらすいません。やっていることは特にシンプルに、スピネーションを使って体をぐっ回しながら、打っていっていますので、ここの一点に力がバンと集中して、かけやすい。爆発的な力をかけやすいんですけど、その反面、ここ以外で打ったら結構ミスヒットになるというリスクも抱えています。ちょっと難しいですけれども、4種類目として、試してみたい方はぜひ試してみましょう。片手バックの4種類っていうふうに、私なりに分析をしてみました。主要なプロの選手もね、いますけれども、ご自身がどれに分類されるのかっていうのを分析して、自分はこうだなっていうふうに、動画撮ってみてもいいと思いますしね、こうやった方がやりやすいんだなっていうことを見つけていくのもとても大事だと思います。で、2つの要素、腕をこうそのまま上げていくか、スピネーションを使うか、それと体を、回す、回さないで打っていくか、体を回しながら打っていくかで何が変わるかというと、腕をまっすぐ伸ばしていく。ラケットヘッドを立てて終わるというのは、あまりスピンをかけるというには好ましくないです。どちらかというと、相手の力を使って返すという威力をもらうっていうショットには向いてるかなと思います。
逆に威力を出したい、スピン量を増やしたいんであれば、少しこのスピネーションという要素は使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。そして体を回さないで、このまま打っていくと、ラケットを縦に振れるので、よりスピンをかけるという要素には近づきます。まあ、それと反対に、体を回せば前に対して力が出ていくので、まあ、フラットだったりスピードのあるボールを打ちたいときは、割と体をちょっと回して打っていく方が良かったりもします。まあ、今、いろいろ分類をしてみましたけれども、皆さんなりのバックハンド、片手バックハンドを、見つけてみましょう。ありがとうございました。